ということで、長々とやってまいりました。高山さんもね、退出はしておりません。はい。ここにおります。最後までね、もうここは付き合っていただかないとね、思いますから、ね。ということで、フラグシップモデルの CD プレイヤー SA10 60万円、PM10 60万円、スピーカーケーブルその他すべて、同じものを使って、スピーカーだけ、702S3 から、この805D4 シグネーチャーですね、80万円 ×260 万円ペアというスピーカーに買いました。 B&W のですね、ブランドマネージャー加納さんにお越しいただきましたので、この805D4 シグネーチャーの概要について、はい、説明していただこうと思います。はい、はいはい、800D4 シグネーチャーをベースにした今回この現物があります 805D4 シグネーチャーです。概要、違う点をですね、数点ありますので、ご説明させていただいた後、音での違いをですね、体感していただきたいんですが、今回はですね、Twitter のこのグリルメッシュですね、やはりダイヤモンドの素材をやはりカバーしなきゃいけませんので、硬い素材のものを使っているんですが、やはり開口率というのがやはり一番肝になります。音を拡散させる部分でマスキングすることをなく、できるだけ前回のモデルから開口率を上げようという形で、このメッシュのですね、交差する目の作り、それから一つ一つのですね、線の細さをですね、今回前のモデルよりも細くしまして、より、まあ、拡散性、ですね、開口率を上げたことで、アップしております。広域がやはり、伸びるということだけではなくて、今回それをサポートするのはこの後ろにあります背面にネットワークがあります。ネットワークの部分の広域の方のバイパスコンデンサーのグレードを上げております。こういった部分でこのメッシュグリルの開口率を上げたことと同時に、ネットワークの強化、それからウーハーですね、中の部分では皆さんが見れないんですけども、磁気回路の後ろの部分のその、空気の抜ける穴ですね、どうしてもこの中域と低域をこの一つのミッドバスでサポートしてますので、ロングストロークするという意味では後ろにもですね、空気が漏れますので、その空気の抜け方をスムーズにすることによって、よりピストンモーションがスムーズにいくということで、広域が伸びる、中低域が伸びやかにこう下にが下も伸びていくということになりまして、今現存売っている 805T4 からの音の違いというのは明らかに感じていただけるというふうになります。それからシグネーチャーという名前をやはり冠しておりますので、これはやはり今までずっと長く5年刻みで作っていたモデルでありますが、シグネーチャーのやはり美的な部分ですね、この外観も大きな特徴になっています。今回、ありますのはカリフォルニアバールグロスという形になりまして、このウォルナットバールの木の根っこの部分をですね、横にスライスしたものを貼り合わせて14回ラッカーをですね、塗り重ねています。でこれを表面が硬化する、固まるまで約24時間かかるという形で、かなり、一つ一つ仕上がるまでの時間がかかっております。限定生産、限定期間ではございません。既存のですね、800D4 シリーズと併売をするという形で、今回、この特別な仕上げを皆様の前でご用意することになりました。で、今日はここにはございませんが、このカリフォルニアバールともう一つあります。1995年に発売しましたオウムガイですね、オリジナルのノーティラスというのがあります。そのノーティラスの外観のデザインがミッドナイトブルーという色合いになりまして、それを模しまして、今回このカリフォルニアバールグロスともう一色、ミッドナイトブルーメタリックという仕様の2色を同じお値段でご用意するような形になっております。スタンドはついてますか？スタンドは別になりまして、今発売している現行のですね、製品と同じ仕様になりまして、留めネジも4点で、留め上げられますので、現存、我々が発売していますスタンドに留め上げることができます。今はこのシルバーになっていますが、ブラックとシルバー2色の選択をして、セットアップすることが可能になります。スタンドはいくらですか？スタンドは17万6千円ですかね。はい。部屋の価格になります。はい。はい、ありがとうございます。はい、それではね、
長はね、ずっと今まで聞いてきた高山君と、はい、一緒にね、はい、聞いていこうと思います。では、まあ、せっかくね、今までずっと5曲聞いたので、これも同じように、はい、タイタニックから聞いていこうと思います。では最後のコメントですよ。最後のコメントのシリーズ、ね、はい、タイタニック、はい、以上にします。すごい音が出ましたね。ちょっとね、はい、低音がやっぱりブックセルフになったんで、はい、僕出ないかなと思ったんですけど、とんでもない、とんでもない。いや、でも私も B&W のエキスパートじゃないですけど、うん、マランツなんでいつもコラボレーションしてるじゃないですか、うんうん、で自宅で始まる子を使ってるんですよ、うん、まあこれじゃないですけど、うんうん、あれこんなに低音出たかなっていうのが正直、正直、702と同等、あるいは同等以上に出てて、702がねグリップしてないんです。低音が702でふわってしてるんですけど、これね 805D4 シグネチャーねグリップしてるから、一番低いところの揺らぎがちゃんと出るじゃないですか。それちょっとびっくりしましたね。しましたね、うん、これ結構大型スピーカーじゃないと、タイタニックのこの低音出なくて、特に最後のドーンっていうのが、あれね、普通ブックセルフだったらドーンってなるんですよ。トーンって音なんですよ。でそれをちゃんとドーンとで下まで広がっていきつつ、ちゃんと空気をグリップして、その空気を揺らがしてくるっていう、これはちょっとびっくり。すごい良かったですね。これはね、SA 点も褒めてあげたいけど、やっぱり、ディープシグネーション褒めてあげたい。すごい、びっくりした。そう思います、はい。あとはね、やっぱりブックセルフだけあって、中低域と高音のタイムアライメントが、やっぱり、702よりピタッと合ってるんで、この低音と高音のコラボレーションのマッチングが見事。はい、そうですね、うん。あとはやっぱりダイヤモンドツイーターの高解像度感と、うん、で、意外に音が明るいですよね。
あ、そうですね。うん、BMW ってちょっとどっちかというと、渋めの暗めのイメージがあるんですけど、ニュートラルなイメージがある、はい、これ意外に音が明るいんですよね。確かに確かに、そうですね。で、マセラティエディションなんかも結構、BMW の中で出色に僕大好きで音が明るかったんですけど、これも結構音が明るくて、で多分ね、これシルバーリング使ってますよね。ツイッターのボイスコイルのボビンのところのトッププレートですね、うん、トッププレートのところが銀のプレートになって、そうですね。だからやっぱりその、はい、昔はシルバーシグネチャーってね、 SS ってなったし、 あれも良かったんですけど、やっぱりその銀の持ってるなんか柔和さとか明るさとか、なんか艶やかさみたいなのもすごく感じられて、これはやっぱり値段も高いですけど、 B&W の中で出色の出来かなという感じがいたしました。はい、はい、この後楽しみですね。はい、ということで2曲目はバトルスターですね。はい、はい、それを聞いてみようと思います。バトルスターギャラクティカのテーマを聞いてみましたけど、高山さんどうでしょう。こっちもちょっと違う意味で驚いたんですけど、うん、なんていうんですかね、ハーモニー感というか、うん、個々の楽器の音ももちろん聞こえるんですけど、うん、全体のこうクラシックのオーケストラとしての一体感みたいなのが、うん、こう、うねって動いていく感じっていうのがすごいなとね。やっぱりね、音の立ち上がりが早いので、はい、これやっぱりダイヤモンドついたの良さだと思うんですけど、うん、音速が早いんで、例えばトランペットっていう金管楽器とホルンっていう金管楽器って全然音が違うじゃないですか、はい、トランペットはつんざくようなね、でホルンっていうのは比較的柔らかいフワーっていうね、ボワーっていった音、まあ、それが同時に入った時に両方の質感がきちっと出る、きついものはきつく、緩やかなものは緩やかにっていうのがすごくやはり高価なスピーカーだけあって、解像度っていうかね、はい、性能高いんだなっていうのは感じましたね、はい、やっぱり B&W らしくモニターなので、非常に狂いのないきつっと音が出てますね、ただやっぱりこのバトルスターに関してはちょっとサブ波欲しいかなっていう感じはしますね。まあ大型の方がまたよりスケールが出るっていう感じがしますね。まあB&W にはサブ波のいいのがありますから、まあ、値段的にもそこそこしますけど、そういうものをもし低音が足りなければ、つけていただければ、この 2way ならではの中低域のマッチングの良さプラス、低域の豊かさっていうのが、ね、出てきて、そうですね、これはまた802D4 とかとは違う良さが引き出せるんじゃないか。そうです。確かにその中ウェイの良さ、ああ、中ウェイの良さっていうその一体感というか、うん、それがすごいよく出てましたね。そうですね。タイムアライメントのピタッとした感じですかね。やっぱりなんて距離が近いっていうのとね、やっぱり大型スピーカーの低音離れるじゃないですか。はい、やっぱり低音音源に近いっていう、うん、フォーカス性、それからまあそういう立体感の良さっていうのはすごく感じられました、はい、あとはね、ブクシェルって下抜けてるの結構大事で、あ、まあ、さっき702のね説明の時にこうラウンドバッフルにして反射を防ぐっていう風な話が加納さんの方からありましたけど、これねバッフルがないんですもん、あ、でスタンドもここ抜けてるじゃないですか、はい、これはやっぱり下に行った音が
前に押し出されない、要はメガホン効果みたいにこうなっちゃうんで、これを取っちゃうことによってよりあのこの低音源で、こうなんて球面波の綺麗なあの音の広がりが実現できるというメリットはやっぱりブクシェルフならではかなというふうに思いました。あとはね、あのこの部屋広いんで、低音がやや拡散気味なんですけど、これが例えば6畳とか8畳とかもう少しあの狭い部屋になってきて、スピーカーの近くで聞けるようになるとサブウーファーなくてもっと低音出ると思いますので。そう思いますね、はい、私も自宅で聞いててもやっぱり、はい、あのまあ、聞き方次第ですけど、うん、やっぱりそんなに過不足感じたことはないですね。そうですね、スピーカー近づくと結構低音が聞こえるので、そういう部分も含めて使いこなしはそういう風にしていただければいいかなというふうに思います、はい、では、3曲目は Tell Me All About It ですね。こちらを聴いていこうと思います。I shiver. Just body language. Can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet shy. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me all about it? I got ways to make you tell me.
はい、ね、ナタリーコール、やばいでしょ、この色気。すごいですね。もうちょっとやばいでしょ、大変なお手前でございます。道を踏み外しちゃいそうでしょ。いや、本当にオーディオって怖いなと思って。どうします？やばいですね。やばい、やばいでしょ。やばいですね。もうこのね、なんていうか、妖艶さっていうか、ね、ですね。これやばいです。溶けちゃいそうな感じですね。そう。これがやっぱり、ナタリー・コールの魅力ですよね。体つきもすごいセクシーなんですけど、はい、やっぱりこの歌、はい、これはやっぱり、なんていうかな、もう抗えない。男なら抗えない。そういうね、感じがすごくして、はい、もうやっぱりなんか音がうんぬんじゃないです、はい、ね。もうすごい、もうやっぱり、うまい。はい、っていうか、聴いていた。そうですね。もう包まれていた。ということでね、もう私も道を外しちゃいます。はい。あ、もう行ってしまうんですね。もう、後のもう、ラブとかね、もうどうでもいいです。はい。なんで、これね、ダイアナ・クラールのライブ・イン・パリスの中に、なんと、彼女とダイアナ・クラールがデュエットしてる曲があるんですね。それをちょっとね、わかりました。聞いてみようと思います。はい。曲はね、ということで、僕ちょっとアルバム間違ってます、はい、このナタリー・コールのアルバムの中にダイアナ・クラールの方に入ってると思ったら、ナタリー・コールの方にダイアナ・クラールが乱入してきてるということで、これはベターザン・エニシングでね、ナタリー・コールとダイアナ・クラールが共に歌っているという非常に贅沢な、でこのディスクもね、聴いていただいているジャズなんですけど、なんとフルオケがバックに入ってるじゃないですか。ジャズトリオじゃないでしょ。そうですね。そうなんですよ。このオーケストラをバックにしてどんだけ金かけて作ったんやっていう。しかもダイアナ・クラールまで呼んでるやんかっていうやつなんで、せっかくなんで、これを聴いてみましょう。ダイアナ・クラール、ナタリー・コール with ダイアナ・クラールで、Better Than Anything。じゃあ、入ってみましょう。Better than champagne and pretzels, better than breakfast in bed. Better than chili rellenos, better than chocolate eclairs. Better than hot house tomatoes, better than fresh barley pears. Better than dining a la carte, or simply gastronomic art. Better than anything except being in Barney's.
but it's still better. Oh, come on, come on. What about that 30% sale at Jimmy Choo's and Saks Fifth Avenue Friends and Family Day? Huh? Still better. Well, maybe close second. Very close. これはもうね、めちゃくちゃ贅沢ですね。贅沢ですね。まあシステムも贅沢ですけど、やっぱり音源も、楽しかった。やっぱもうあの、お金かけて作ったソフトって、やっぱり違いますよね。あの、まあ、あの、最近ね、あの、YouTube でね、はい、あの、あの人、ユーリの、ね、あの、ドライフラワーとか流行ってますけど、まあ、あの曲結構好きなんですけど、まあやっぱりそういう、あの、シンプルに作られた曲っていうのと、やっぱりこういうお金をかけて、すごくあのきちっと作られた曲の良さっていうのはどちらもあるんですけど、やっぱりこういう本格的なシステムで聴くんであれば、やっぱりここまで、ええ、あのいっぱい音が入って、しかもそれをきちっとあの録音してマスタリングしてお金をかけて作ったソフトっていうのを聴くと、ええとてもあのリッチな気分に。そうですね、うん、なんか本当違和感なくて、そういうさっきのグルーヴ感じゃないですけど、うん、あのなんかいいですよね。やっぱシンバルの音が素晴らしいですね。素晴らしいですね。うん、やっぱダイヤモンドついたって、そういうのがいいなっていうふうに、で、やっぱりこの開口部をね、大きくして、そのダイヤモンドついたあの切れ味をよりあの引き出すようにネットワークの改良とかもされているので、うん、やっぱり広域のなんか抜け感っていうか、質感というか、このスパーンとこう開放感っていうんですか、すごいですね。すごいですね、はい。ということで次はダイアナ・クラールさんのこう SACD です。これも。ライブインパリス。ね。これの、あの、この間ね、一番最後に、あの、Just a Way Here っていうのが入ってて、それもライブっていうふうに紹介したら、よくよく調べてみると、それはスタジオ録音なんです。ああ、だからね、ライブの、あの、最後の曲はですね、A Case of You。あ、ね、いいですね。はい、ジョニー・ミッチェルですか。いや、僕知らない。あ、そうですか。あの、はい、A Case of You っていうね、ええ、あの、曲なんですけど、はい、まあ、あの、これをですね、SACD で。大好きです。はい、聞いてみます。はい。Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, I said. Constantly in the darkness, where's it at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster.In the blue TV screen laden, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine.Taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. I'd still be
on my feet. Frightened by the devil, and I'm drawn to those who ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Surely you touch mine. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and it tastes so sweet. Oh, I could drink a case of you. Darling, and still be on my feet. I'd still be on my feet. SA10PM10 60万60万ですよ。でスピーカーが160万ですよね。まあ、だからね、804D4 シグネチャーだったらもっといい CD プレイヤーとかもっといいアンプを使わないといい音出ないっていうふうに多分考えていらっしゃる方が多いと思うんですけど、なんとこれで出ちゃうっていう。やっぱりこのね、
たとえ60万といえどもやっぱりフラッグシップとして作られたものの凄みっていうか完成度の高さっていうのはやっぱり十分感じられますね。そうですね、うん、いやちょっと今の参っちゃいましたね。いや今絶対ね金僕金取れるなとかこの音だったら金取れるなとかってちょっとビビったことを考えてましたけども、でも全然隣になんかね1000万クラスのなんかねコンポでハイエンドのスピーカーありますけども、ああいうものとか鳴らしてても横でこれ鳴らしても絶対負けてない感じしますね。いや素晴らしい。いやケースオブユーは僕よく聞いてるんですけど、うん、あちょっといやちょっとこんな鳴り方しないですよね。いやこれ終わってから自分の、うん、あと1個もう聞けないですよね。勝たす前に聞いてみましたね。ということで、まあ、この曲で本来コンサートの最後の曲なんで終わりなんですけど、拍手もありましたけど一応ね最後はアンコールということで、はい、ね、グレース・マイさんのラスト・ライブ・アット・ダグ、この最後の曲も素晴らしいです。 The Way We Are ですね。これ SACD、 これを最後に聴いてみたいと思います、はい、本当に本日は長時間長丁場最後までお付き合いくださりありがとうございました。ありがとうございました。皆様もこの番組をご視聴ください。ありがとうございました。ありがとうございました。Like the corners on my mind, misty water, color memories of the way we were.Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then, or has time written every lieIf we had a chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories, maybe beautiful and yeah. What's too painful to?
we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories, maybe beautiful and gay. What's too painful to remember? We simply choose to forget. Live at Forever Doug. はい、終わりました。ああ、素晴らしかった。綺麗にまとまりました。ああ、お疲れ様でした。最高でした。お疲れ様でございました。いや、結末になるから。ありがとうございました。なんか、楽しかったですね。よかったですね。いや、最後やっぱりどんどん良くなってね。そうですね。うん。